登山初心者におすすめの本宮山を5分で解説していきます。本宮山は三河富士と呼ばれる端正な形の山で、かつては山頂に三河の国の一宮として戸賀神社があり、信仰の山として地元の人たちに登られていたが、山麓に移され、今は奥宮のみが残る。何が言いたいかというと、登山道自体が山道だということである。登山ルートは主に南の豊川市のウォーキングセンターから登るルートと、北の岡崎市の暗がり渓谷から登るルートの2つがある。どちらも人気のルートではあるが、今回は豊川市側から登っていく。本宮山の標高は789メートルで、それほど高くはないが、登山口の標高が100メートルぐらいなので、700メートル近く登ることになる。一個人の見解で条件にもよるが、標高差500メートルくらいまでが初心者向けだと思われるので、なかなか登りごたえのある山である。とはいえ、登山道はしっかりしていて分かりやすく、分岐もほとんどない。それなりの登山者もいるので、迷うことなく安心して歩くことができる。コースタイムはのんびり歩いても、休憩込みで5時間あれば往復できるだろう。名古屋からのアクセスは車で1時間半ほど。登山口周辺にはおよそ200台分の駐車スペースがあるため、困ることはなさそうである。公共交通機関は電車とバスを乗り継いで来ることができる。登山口と奥宮にトイレがあるのも安心だ。この何丁目と書かれた石碑は50丁目まであるので、数えながら登るのも面白いだろう。林道を越えた先は少し斜度が上がる。階段のように整備されたところもあれば、岩場を登るところもあるので、歩行の練習になるだろう。こちらは馬の背岩。身の丈よりも高い岩場を登るが、足の踏み場もあり、慎重に行けば簡単に登れるだろう。続いてはしご岩。このコース一番の岩場といえるが、丁寧に登ればここも問題はない。ここを登ると休憩ポイントの東屋がある。登山開始から1時間ほど、この辺りが中間地点だろう。東屋からは豊川の町並みや三河湾が望める。休憩もほどほどに、しばらく進むと再び鳥居が現れる。どうやらここから先がいよいよ境内とのことであるが、実際は社殿があるのはまだまだ先で、しばらくはなかなかの登山道を歩くことになる。この辺りから立派な杉の木を目の当たりにするようになり、登山道にも木の根が張り巡っている。木の根はつまずいたり雨で濡れてたりするとかなり滑りやすいので注意が必要だ。再び林道に出る。ここを左に進んでいき、しばらく道沿いに歩くと奥宮まで500メートルのポイントに着く。ここから先も割と急な坂が続いていくが、奥宮に近づくにつれてどこか神聖な雰囲気に包まれ、疲労を回復してくれる。なんて魔法みたいなことは起きないが、気持ちのいい自然の中を歩くのは、気分も晴れて気負っていたものから解放され、ストレス発散の効果は十分にあるだろう。さあ、さらに神域に足を踏み入れる。より一層気を引き締めて、いよいよラストスパートだ。ここには東海唯一健歩健脚の守護神が祀られているようで、心なしか足取りが軽い。石畳や石段、さらには階段を登っていき、いよいよ神社らしさが出てきた。階段を登りきると狛犬がお出迎え。戸賀神社奥宮。トイレが心配な方はこの付近にあるのでご心配なく。山頂はもう少し先だ。大きな鳥居を越え、広場を抜け、赤い橋を渡る。道なりに進んで、本当に最後の登りを登る。登山開始からおよそ2時間、本宮山山頂に到着。山頂にはテレビ中継局のアンテナがそびえる。展望もよく、豊橋平野から渥美半島、三河湾、太平洋を眺めることができる。広場もあり、ここでゆっくりお昼にするといいだろう。以上、本宮山でした。初心者はもちろん、登りごたえがあるので中級者にもおすすめの山です。参考になりましたらチャンネル登録をお願いします。